はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんち、ようこそ。いやー、早口言葉言えないんすよと思っちゃうっていう部分がある。うん、だけどなんか自分の興味があるものっていうかさ、なんかそういうものに関してはなんか早口っていうか、早口言葉っていうか、こう滑らかにこうシャーッと、シャーッとって言い方もおかしいか、さらっとこうね、言うとみなくこう喋ってることが多いんだけど、やっぱ自分の思いの丈をこうね喋りたい時に限って気持ちの方がすごく焦ってしまってる時にちょっと止まってしまっている部分が多いかな。うん、まあなんかね、あれかもしれないけどでもまあね、変にこうスラ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 と滑らかにこうね喋っているのを見ていると、なんか詐欺に合うというかさ、なんか詐欺っぽく感じません？詐欺師っぽく、なんか騙されてんじゃないかとかさ、騙してんじゃないかっていう風にまあ感じなくもないね。あまりにもこう滑らかにさ、まあその店員さんとかもそうだと思うんだけど、いろいろとねつらつらやこう喋られてみると、あ、買わなきゃいけないなって思っちゃったりとかね、お金なくてもさ、って思うんだけど。まあそう、まあね、買わないって決めてるなら、ね、すいません、こうね、うまくこう喋ってるつもりなんだろうけど、こうね、買わせるつもりでね、やってるんでしょうけど、あんまり買う気ないんでって、ただ見て回っているだけなんでっていうね、人もいるだろうから、買うのは私ですって。そういう風に言っちゃう人もいるだろうけど、セミの音がすごいですね。だから生卵ってゆっくり言えばゆっくり言っちゃダメなんだろうけど、気をつけてね喋ることがあるんだけど、できることはできるんだけど、やっぱねこう早く喋れって言われると生卵のところが言えなかったりとかさっていうのがありますよ、もう。まあ本当につらつら喋れる人がすごく羨ましいなって思うところは思う。でまあね、そう、普段からね、人とは喋んないからね。昼間も旦那さんがいるかっていうと、配達業というかそういう感じのところに行ってるんで、どうしても出なきゃいけない部分があるんで、まあだからといってヤマトさんとかね、そっちの方じゃないんですけど、でもまあやるしかなくなってね、リモートができないんですけど、まあね、そのパラリンピック、オリンピックの方で、ね、一応オペレーションっていうか、そういう別のところにね、一応人がいて、ボタンを押す人がいるっていうのは言うんだけど、まあバスみたいなのがね、できてて、ああいうのでできたらいいんだけど、多分あれはね、そのオリンピック会場限定のところしかできないと思うんで、っていうのもあるよねって思った。やっぱ長距離のものになると、そういうなんだろう、 AI 的なものの力を発揮できるかっていうと意外にできないのかもしれない。近距離ぐらいだったら、ね、その、
隣の町のどこそこまでっていうんだったらなんとなくできるっちゃできるんだろうけど、その変な話さ、本州の端から端までの荷物をこうね走んなきゃいけないとか、まあ青森からね、その四国のどこそこまでっていうのじゃなくても、その東京から青森までとか広島までとかっていうね、そういうのはちょっと無理じゃなくてもね、道路交通とかでね、いろいろと大変なんじゃないかなと思う。まあ私だけかもしれないけどね、それを思っているのは、うん、はい、以上です。それでは皆さん、さようなら。